はい、どうもこんです。ということで今回はこちらの青白フラッシュを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われたスタンダードオープンにおいてゆくひろさんが10勝2敗で準優勝したリストですね。青白は森さんのリストも話題になったのですが、こちらはかなりフラッシュに寄せた形になっていて、よりテンポを重視した構築になっています。中でもティシャーナの後ろ縛りが4枚採用されているのが特徴的で、出た時に起動型もしくは誘発型の能力を打ち消した上で能力を全て奪うというカードなのですが、ラフィーンを14バニラにしたり、セオルドレッドをただの45にしたりと、基本的にどのマッチアップでも腐ることがないカードになっています。セイレーンとスクーナー戦の組み合わせは環境初期から割とよく見た組み合わせなのですが、追加のセイレーンとして甲府のシルベドリまで採用されていて、いかにスクーナー戦からの11飛行の流れが強力なのかが分かるようになっています。またここまでフラッシュに寄せた形だと、エラントとジアーダも強力に使うことができ、地図トークンと組み合わせるとトップの操作もできるということで、デッキにかなりマッチした1枚になっていますね。はい、ということで今回もランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。今回も他の強豪プレイヤーの方の試合を実況解説しています。そうということでやっていきましょう。こちら先手、クリーチャーはいないんですが、スクーナー戦があるということで、これはキープしてもいい感じかなと思います。3ターン目までにクリーチャーを引きたいという感じですね。さあ相手でも青白からスクレルブ、これはおそらく、エスパーレジェンズですね。さあこのターン、甲府のシルベロリを引いてきたということで、次のターンは11を出しながら、スクーナー戦で殴ってさらにかき消しも、構えていくことができるという状況ですね。うん、まずは、シルベロリを出していく。一応これ先にそのスクーナー戦で殴ることによって、単金をね、先に行うことができるということで、土地をね、引いた場合、手札をね、隠せるというメリットがありますね。さあ、まずは探検をしていく。精錬は墓地に。うん。現状、土地か、でかいクリーチャーが欲しいかという感じですね。3マナ域のクリーチャーを引けたら、だいぶでかいかなと。さあ、3ターン目。これは、構えているということで、しっかりと掛け消して打ち消していく。できれば次のターンは土地が欲しいですね。一応スクーナー戦もあるんで、土地のチャンスは2回ある状況ですね。さあ、ただここはスクーナー戦を引いてくる。ここも例によって、スクーナー戦でアタックしていくでしょう。さあ、登場から、ここは土地が欲しいですね。うん、A ガンジョンを引いていく。A ガンジョンなんですけど、見えてる A ガンジョンはさすがに、あれなんで、置いていきますね。さあ、そしてここはスクーナー戦を出していく。一応、黒幕とか消しを構えられるということで。というか、この動き強いですね。スクーナー戦をこれ即起動できるんで、はい。これはね、結構、こう引っかかるかも、相手からすると。で、のど組も当たらないということで、A 頑丈ぐらいしか対処ができないですね、これは。一応スクレルブはいる状況ですが、さあここはそのまま解決をしていく。うん、さあ一方を取って、ここはラフィン。うん、さあラフィーンは通っていったのですが、盤面的には結構こっちの方が、有利な感じはしますね。これはもう2体とも殴りそうですね。スクーナー戦で、2体乗って3、4、2体で殴っていくと。で、この相手の動きからして、A ガンジョはおそらく持っていないので、さあダブルアタックからの、探検も2回行っていくと。奇襲兵は、いらなそうですね。スクレルブを一応割ることはできるんですが、有利な状況ということで。さあ、ここは土地を引いていく。ミシュラランドはいいですね。さあ、これは、フォローでプラスしていくでしょう。うん。これ、ただ相手視点だと、普通にブロックは選択肢になりますね。これ投了と。ジェジ。
さあ相手は、普通のエスパーレジェンズということで、まあ奇襲兵は抜きますね。で後手ということでスクーナー戦も2枚抜いて、でおそらく下水王が見えたので、デニックを入れていったという感じかなと。まあただね、このスクーナー戦に関しては、まあ青白だと2ターン目に、ね、ブロッカーとして立たせることもできるんで、まあ残してても全然いいかなとは思いますね。スクーナー戦全抜き、なるほど。まあ助教をかなり、増やした感じになりますね。さあ1本目勝って2試合目。まあ特目スタートできて、まあ後ろ縛りもあるということで、キープはできそうかなと。さあ相手も7枚キープ。デニック、いいですね。まあ2ターン目はデニックからいきそうですかね、これは。さあ相手も、おっと、サリア、なるほど。まあこれで特目が出せなくなって、フォローも、まあ、5ターン目にしか出せないということで、まあ一気にこの展開力がね、削がれましたね。なんだかんだこの先手2ターン目サリアってかなり強いんで。さあここでラフィーンが出てくるとかなり厄介だが、ここは下水を。うん。さあこのターンは、難しいですね。一旦これは牛を縛り構えていくかな。まあ、下水王の能力には当てなさそうですが、まあ、ラフィンとかが出てきた場合は、当てていきたいですね。切り崩し。はい。まあ、一応、特目はキャストはできるんですが、まあ、ちょっとテンポ的にはきつい感じは。うん。まあ、デニックが消されるのを嫌って、後ろ縛りを出していくと。まあ、次のターンがね、ちょっとこれ、難しいんですよね。精霊プラス特目でおそらく動いていきたいので。ただ、相手ここで止まってくる。これはなんだ？まあ、普通に、あれか、ティシャーナのテキストを読んでたっぽいですね。うん。ただ、これ、切り崩しがあるか。テンポ的に結構これは苦しいですが、さあ6点通って残り14点。白のダブルがない。もっとここで投了。投了結構早めですね。じじ。さあまあ先手ということで、スクーナー戦を全部、戻していく。軽量除去も抜いて、牛を縛りも1枚だけ抜く。なるほど。まあ結構そのラフィンとか、下水王とか、まあ、当たる範囲はね、多いんですが、まあ、ここは1枚だけ抜いていく判断ですね。さあ、1勝1敗で3試合目。これはマリガンですね、さすがに。まあ、これは、なんとかいけるでしょう。まあ、スクーナー戦は1体だけあれば、全然いけるんで、まあ、スクーナー戦をボトムに送っていくと。まあ、ただ、先手だとね、この3ターン目にティシャーナを置くっていうのがなかなか難しいと思うんで、まあ他のクリーチャーをできれば引いていきたいという感じではあるかなと。さあ相手はワンマリガンでスタート。さあ、まあ3ターン目までにクリーチャーを引いていきたい状況。さあ相手はスクレルプから。ここは、クリーチャーは引かず。いや、次のターンはちょっとね、動けるカードを引いていきたいですね。さすがにティシャーナ、素出しは弱いんで、サリア、さて、の、ボディーガード。まあ悪くはないですね。一旦スクレルブを、まあ除去っていく形になりますね。まあもしくはこのターンは一旦、ティシャーナを構えていくかという感じではありますが。まあここは出していきますね。まあ先手ということで、先にスクーナー戦で殴りたいっていうのは、あるかなと。さあ、まあ、ペインランドで2点をね、支払っていくんで、ちょっと痛いんですが。さて、ということで、スクーナー戦で殴っていきましょう。特目。トップでもいいですが、どっちかというと、多分、このターン、次のターンは、1マナのカードが引きたいっていう感じですかね。まあ、もしくはカウンター。さあ、ボディーガードは33まででかくなって。
まあ、一応サリアも止められる、サイズにはなっていますね。さあ、とりあえずサリアで殴っていく。追加のクリーチャーがあるのかどうか。さあ、ここはオートタップは使わずに、デニックをキャスト。なるほど。これ、ペインランドを使ってきたということは、栄眼城とかある可能性が結構高いですね。ただ栄眼城に関しては、はい。これ、牛寄縛りで能力を消せるんで、いいですね。今力は、牛寄縛りで打ち消すことが可能と。いやー、強いよね、これ。まあ、ゆくひろさんがその、日曜日に準優勝してから一気にね、在庫が吐き出してから値段が現在高騰中ですね。まあ、ワンチャンね、下環境でも全然使われそうな能力ではあるんで。さあ、ここはラフィーンを出していく。ラフィーンで、一旦これデニックをでかくしたい感じですかね。デニックがでかくなれば、まあこちらもなかなかね、殴ることがしにくくなるということで。さあ、デニックに2つカウンターを乗せてくるか。3-4。うん。まあ、ただ一応、大田原もあるということで、なんとかなりそうな感じはありますね。さて、ここは土地。うん。ちょっと何かしらのカードを探していきたい感じはありますね。スクーナー戦でアタック。ボディーガード。いいですね。で、これは相手は、まあおそらく放浪王がちらつくんで、ブロックはしなさそうかな、おそらく。うん。さあ、残り12点から、牛尾縛りと大田原を構えていくと。なんとかなりそうな感じは出てきましたね。相手がその、切り崩しを持っていなければ、ボディーガードも対象はね、これされないんで。さあ、ここは、殴ってくるかな。ここに牛尾縛り使いそうですね。一応これで、ね、ラフィーンがただの1-4になるんで飛行も消えますね。さあ、相手は止まってきてはいるんですが、さあこれで飛行が消えてただの1-4バニラになっていく。まあダブルブロックしそうですね。ただ相手の挙動的にね、なんか除去を持ってそうな感じはあるんですよね。手札がピカピカ光ってるんで、はい。まあ、切り崩しか。うん。ただ、これで、次のボディーガードが、除去られる可能性が、結構ね、低くなっていくんで、まあ、これはこれで全然 OK かなと。で、まあ、これ、このターンに出た方じゃない、後ろ縛りを除去ったんで、ラフィーンがバニラのままですね。まあ、アリエラだと、これ、わかりにくいんで、あるあるかなと。ただ、ライフがね、これ結構詰まってきてるんで、ちょっとここからは、なかなか殴りづらいですね。さあ、スクーナー戦だけアタック。相手止まってきてるんで、おそらく栄眼城は持っている。うん。まあ、ここには使わずと。さて。いや、まだ。まあ、これは仕方ないので、除去られそう、そのまま。ただ、これで相手ハンドがかなり少なくなったんで、この見えてるボディーガードを、まあ、対処する手段が相手持ってるかどうかですね。さあ、ここは土地を置いてくる。まあ、4マナ目は必要ということで。さあ、ラスト1枚は何なのか。まあ、ボディーガードは出していきそうですね。一旦これもうデニックさえ除去ってれば、なんとかなりそうな感じはあるんで。うん。まあ終了ステップに、おそらくデニックを除去っていくでしょう。はい。さあ、そして相手挙動的にこれ除去は持っていないんで、こうなると、まあこっちも、殴っていくことができますね。さあ、ここはミシュラランドで殴っていく。うん。まあ飛行4-4はいける。さあ、相手これは、ブロッ
はできないので、はい、さあ6点当点残り8点、こうなるとだいぶ有利になった感はありますね。さあ後ろ縛りをでかくしていく、かき消しはトップ、うん、いやこれは全然逆転していきそうな感じありますね。もうかき消しが見えてるんで、相手はこのターンにどうにかしないといけないという状況なんですが、ボディーガードを相手は除ける必要があって、だいぶ苦しそうな感じはありますね。さあ、お、なるほど。スクレルブの方を除去。まあ、スクレルブで、いや、どうかな。一応その、青白のクリーチャーがいるんで、なかなかスクレルブの能力も厳しそうな気はしますが、まあここは、ミシラランドだけ安全にアタックしていきそうですね。お、武将縛りも行く。なるほど。まあ相手からするとこれはブロックしたい感じはあるんですが、まあ栄冠城もあるため、お、これ相手も栄冠城っぽいですね、動き的に。さあここはのブロックしていく。なるほど。これはボディーガードをでかくしていく。うん、さて、まあ一応かき消しも構えたいということで、ウォーターオラを置いていくと。盤面的にはこっちがかなり有利そうですが、さあ対処手段はあるのかどうか。相手はかき消しもかいくぐらないといけないということで、ここでさすがにトヨタ。じじ。さあ2試合目やっていきましょう。青青で、まあこれはキープはできますね。セーレーンからのスクーナー戦で、まあライブラリートップをね、どんどんと、操作することができるということで、まあこれはキープしますね。まあ、ただボディーガードまでつながるのはちょっと、遠そうな感じはしますね。さあ相手はジャンドランドからスタート。これはランプかな、おそらく。さて放浪を引いてきましたが、今欲しいのは平地ですね。まあただ全然猶予ターンはね結構あるんで、さあここは豆の木で、ドローしていく。さあ土地引かず、まあこれはスクーナー戦出すしかないですね。さてただこの精霊が除けられると結構こう面倒くさい感じはあるかなと。お、栄冠城引いてくる。まあ一旦乗って殴りそうですね。うん、さあスクーナー戦で何がめくれるか。島、ちょっと白のダブシンがなかなか出なさそうではありますが、まあ一旦ここは栄冠城置いていくしかない。まあもしくは地図トークン使ってもいいかもですね。まあでも、あれか、後ろ縛りがあるから、ここは構えそうですね。さあ、ジェトミア。一応、青マナがない状態ですね。さあ、ここは、奇襲兵を出していく。相手、除去持ってそうな感じではあるんですが、まあ、奇襲兵除去ロールとしたら、豆の木もね、除けることができるんで。さあ、3-1着地。白マナが欲しいですね。まあ乗って殴っていきましょう、これは。さあ6点アタック。まあ相手めちゃくちゃ止まってきてるんで、まあおそらく力戦の束縛は持ってそうな感じかなと。まあただここで使うかどうかを結構悩んでる感じですね。さあスクーナー戦で、かき消しは欲しいですね。まあ白マナはまだ、必要はない感じではあるんで。さあ6点通って残り10点まで。さあここはサイクリング、うん。さてこれ後ろ縛り構えてるんで結構有利ですね。これはスタックで奇襲兵を、おっと、これは能力忘れですね。うん、さてここはさ、ジアダを出していく。
トップは土地。土地であるならば、まあ、地図トークン使っておきたいかな。さあ、土地を引いて、トップは精錬。うん。これも出していきましょう。さらに精錬。まあ、このターンは書き消しを構えたいんで、ここでストップさせそうですね。さあ、5点到底、残り5点。うん。さらに書き消しも構えている状況。まあ、さすがに、そのままいけそうな感じはありますが、天使。まあ、アトラクサを打ち消されたくないっていう感じですね、これは。特目は、まあ、しょうがないですね。さて、まあ、除去られるのは、ともかく、原因されるのが結構痛いですね。さて、こうなると、まあ、2回は、打点を通す必要がありますが、さらに止まってくる。あれか。相手、動き的に、序盤に、歴戦持ってそうだったんで、歴戦はありそうですが、特目は良さそうかな。まあ、インスタントタイミングでクリーチャーを出せる、カードは欲しいですね、現状。さあ、3点通って残り4点。まあ、いろいろとフラッシュを構えて、なんとかいけそうな感じはありますけどね、これ。まあ、相手アトラクスだったらもうこっちか近くなんで、さあ、歴戦持ってそうではあるんですが、歴戦は使わずですね。船の渡り、はい。うん。まあ、ただ3点ゲインが結構痛い。残り7点。7点だったら、まあ、でもワンパンでいけるか。さあ、アトラクサを出してきてほしい感じですよね、こっちからすると。うん。これは勝ち確ですね。カウンターはできないんですけど、アトラクサの、能力消して、で、ボディーガード出して勝ちですね。さあ、牛を縛りで、アトラクサの能力を消していく。これで、アトラクサが7マナ、7ナナのバニラになっていく。そして、ボディーガードで除去って勝ちですね。GG。まあ、さすがにこれは相性が良さそう。さあ、サイドボーディング。まあ、5バカーンは入れていきますね。あとは否認とかロランとかは、入れたい感じはあるかなと。あと、奇襲兵とかも全然入れていい感じはしますが。さあ、ここはどうしていくか。ボディーガード1枚抜いて、ちょっと攻めるのに、時間がかかるカードを抜いてる感じかなと。打ち砕くも入れていく。なるほど。まあ、やはり結構ね、人によってサイドボーディング違うから面白いですよね。さらにロランも入れていく。うん。さあ、1本目勝って2試合目。土地1はマリガンですね。さて、攻め手にかけるんですが、まあ、キープしていくか。2マナ息の何かしらが欲しいですね、これは。ランプ相手に精錬出して何もせずロランはかなり弱い。まあ、ただ精錬出して、精錬の地図トークンで、まあ、でかくして殴っていくことができるんで、まあ、そこで何かを探していきたい、感じはありますね。さあ、牛押縛りは、まあ、割といいですね。さあ、ここは土地。うん。まあ、ミスラランドのタップインを処理して、ターンを渡していくと。さあ、ここは豆の木。うん。これはもうロラン使っていってもいい気はしますね。まあ、豆の木残してたらもうどんどんとね、アドバンテージ取られてしまうんで。さあ、ここはロランをキャストしていく。まあ、クロックはちょっと心もとないんですが、なんとかカウンターとかを駆使して倒していきたいという感じですね。ただ、否認をね、サイドボードを入れてないんで、まあ、全除去だけはちょっと怖いですね。さあ、ここはランパン。なるほど。牛の縛り構えたい感じもありますが、全除去ケアでスクーナー戦を出したい感じもある。まあ、どちらか、
二択な感じですね。さあ、どちらを選択するか。これはおそらく潮縛り構える、はい、形ですね。さあ、相手は豆の木。まあ、これに対して潮縛り打ってもいいですが、うん、打っていきますね。さあ、誘発型能力を打ち消していく。あとはまあ、カウンターが引ければという感じではあるんですが。さあ、相手は止まってきているので、まあ、何かしらの、除去は、はい。ロランは除去、なるほど。まあ、これはそのまま通してもいい気はしますが、うん。さあ、通して。エラントとジアーダ。まあ、一旦これはもう、全除去は、まあ、持たれてたらしょうがないという感じですね。一応まあ、スクーナー戦と、ジアーダがあるんで、盤面復帰自体は、まあ、それなりにできるという感じではあるんですが、大天使、はい。これでまあ、2体、クリーチャーが除去られていくと。さあ、まあ、トップから何かしらを引いていきたい感じはありますね。一応大天使自体は打ち砕くで除去ることができるんで、まあ、この後が大事ですね。さあ、大天使は除去って、スクーナー戦で、うん。何かしらのスペルを探していきたいという感じ。トップジアーダ。うん。これはまあ、地図トークンは使わなさそうですね。お、使っていく。まあ、あれか。ジアーダを墓地に落としたいっていう感じですね。お、さあ、トップ書き消し。この書き消しが間に合うのかどうか。このターンは無防備なので、ここで全除去を打たれると結構きついですね。さあ、太陽効果で、クリーチャーが一掃されていく。ただまあ、ミシュラランドがあるんで、ワンチャンまだ全然あるか。さあ、残り8点。まあ、1点でも打点を上げるために、スクーナー戦を起動していくと。さあ、残り5点。あと、まあ、2パンではあるんですが、割と何が来てもきつい感じはありますね。大天使。お、これカウンターしないか。さあ、こうなると、大天使が生き残ってしまうと、だいぶきつくなりますが、さあ、スクーナー戦起動で殴っていく。ただこれ、ゲインはされるんで、うん。いや、カウンターした方がおそらく良かったですね。じいじ。さあ、サイドボード2回目。ホロ抜く。で、ボディーガードを入れ直すと。なるほど。さあ、1勝1敗で3試合目。これはいいハンドですね。まあ、セイレーンからスクーナー戦という、まあ、かなりわかりやすい流れがありますね。さあ、まずはセイレーンで、地図トークンを生成していく。一旦目にこのセイレーンを出せるとね、だいぶ安心感がありますよね。さあ、そして白マナも引いてきたので、ボディーガードを出すこともできるようになりましたね。さあ、これは、まあ、先手の利をね、うまく活かして、勝っていきたい感じはあるんですが、さあ、スクーナー戦3枚目。うん。まあ、一旦、スクーナー戦起動で殴っていくしかないですが、うん。さあ、起動して、まずは地図トークンを起動。まあ、全然それはありですね。ボディーガードはいらなそう。まあ、クリーチャーかカウンターが欲しいという感じかなと。土地、うん。まあ、これはもう一回スクーナー戦ですね。さて、ちょっとね、次は有効牌を引きたい感じは、あるかなと。最低は5色揃っていく。からのファストランド、うん。ちょっと流れは悪いですが、止まってくる。
まあ、混力の可能性もありますが、除去の可能性も全然ありますね。お、ボディーガード出していく。なるほど。相手は、まあ、止まってきてるので、まあ、力戦とか思ってる可能性は割と高いですが、うん。まあ、おそらくスクーナー戦を除去っていきそうですね。さあ、これはまあ、スクーナー戦で乗っていく。ただ、まあ、このターンは3、4で殴るだけの、ターンになってしまいましたね。さて、ちょっと、まあ、1枚ね、何か引ければっていう感じではあるんですが、まあ、一応見せられるのもあって、割と盤面的には、まあまあかなという印象ですね。さあ、4ターン目。ここは、洞窟探検で、ランパンをしていく。これ洞窟探検でそのランパンした時ってアンタップインできるのが結構面白いですよね。さあ、そして束縛。これはスクーナー戦が、はい、取られていきそうですね。さあ、さらに土地を引いてくる。ちょっと流れが悪いが、ただ相手もね、結構ライフが詰まってるんで、さあ、残り7点まで。で、これは地図はもう起動ですね。さらに土地、ちょっと、土地を引きすぎてる感はありますが、ただ残り7点、相手は6マナまで、集団してそう、うん。お、ジアーダはいいですね。ジアーダはいいが、まあ、このターンは一旦、そうですね、スクーナー戦出してジアーダを構えていく形になりますね。ワンチャンもう次のターンリーサルある可能性はあるんで、さあジアダキャスト、相手除去持ってなさそう。おっと、ここで投了。じいじ、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。